1925年、雑誌編集者ヒューゴ・ガーンズバックがアイソレーターと呼ばれる奇妙な見た目のヘルメットを作りました。このヘルメットは集中したい人々向けに作られたもので、初代版は木とフェルト製。しかしガーンズバックはこれでは外部からの雑音を完全に遮断しきれないと感じ、不満を抱いていました。その後彼はそれを改造し、木材の代わりにガラスを追加。こうすることで使用者が外を見ることができるように改良されたのです。しかし一つ問題がありました。ヘルメットをかぶることができるのは一度に約15分間のみ。それ以上使い続けると眠くなってしまったようです。38年後、ガーンズバックはテルアイグラスと呼ばれるものを発表。これは便利なポケットサイズの携帯型テレビ。これは変だと思いましたか？はっきり言ってオタク感は現代の VR ゴーグルと似たようなものではないでしょうか。テルアイグラスの重さは約 141g で、小さなブラウン管を中心に作られており、小さなバッテリーを使って低電圧電流を流し動くのです。この装置には両面それぞれに別々の画面が作られていたため、立体映像を表示することができました。 3D メガネとほぼ同じような働きです。ガーンズバックはこれをかけても感電の危険はないと保証したのですが、それを信じる人はあまりいなかったようです。次にご紹介するのは美容マイクロメーター。美容計測器とも呼ばれています。1930年代に生み出されたこの技術は、なんだか時計仕掛けのオレンジに出てくる装置にも見えますが、実際には人々の美しさを引き上げるために設計されたものです。この機器は頭に取り付けられ、柔軟な金属ストリップ材でかなり正確に顔の寸法を計算することができました。発明者は特に2つの寸法を重視していたようです。鼻と額の高さは同じであるべきで、目と目の間にはちょうど目が1つ入る距離があるべきだというのです。美容計測器が欠点を見つけたら、それをお化粧で補正することを提案。この装置は映画俳優や映画女優の間で大人気を博すかと思われましたが、あまり流行ることなく失敗に終わったようです。シートマスクは現在美容のために使われるものですが、過去にかなり変わった見た目のマスクがあったようです。その一つが映画スターに向けた化粧品を開発したかのマックス・ファクター・ジュニアが発明したこのアイマスク。彼は顔のむくみを取るために女優がこぞってこの装置を求めると考えたのですが、実際そんなことは起こりませんでした。笑顔になるとできるエクボ、これを何よりも魅力的だと考える人もいます。1936年、そのようにしてエクボメーカーが発明されました。中世の歯科器具のようですね。使用方法は簡単で、鏡の前に立ちエクボメーカーを正しく装着できるよう笑顔を作ります。これを1日に2、3回、5分ずつ装着するのです。ほっぺたにエクボができるまでこれを繰り返すというのがこの装置の肝だったのですが、想定通りにはエクボが綺麗になったり新たにできるようなことはなかったようです。むしろこの装置を使うことで美しくなるどころか重大な健康問題を引き起こす可能性があると医学界からの注意を受けています。どんなに経験豊富な男性であっても、時々ひげ剃りの際に顔を傷つけてしまうことがありますよね。つまりこんな大量の刃物にひるまないのは、おそらく最も恐れ知らずの男性のみ。これを使うと理容師は同時に数人の男性のひげを剃ることができました。この装置は1960年代のテレビ番組のパイロット版で登場したのですが、発明自体は19世紀。しかしこの装置は様々な顔の形に合わせて剃ることができなかったため、売れはしませんでした。もう一つの危険な発明は1920年代に登場したシューフィッティングフルオロスコープ。靴を買うとき普通に試着してみる代わりに、この不思議な装置に足を乗せると靴の中で足が動く生映像を X 線で撮影。ハイテク機器を使って靴がちょうどいいサイズかを確認するということですね。これは便利かと思いきや、実は大量の放射能を出していて超危険でした。
20秒の短時間で安全レベルをはるかに超える量の放射線に被爆することになるのです。放射線は人々の足にも向けられていましたが、多くが周囲にも撒き散らされ、近くにいる人すべてを被爆させたのです。この装置を持って何年間も過ごしたセールスマンは、たった2時間で1年分の放射線に被爆することとなったのです。怪我の報告もあり、この発明は1970年代には使用禁止となりました。ダンスが苦手で YouTube 動画を見て習おうと思っているなら、代わりにこのシャムダンスシューズを使ってパートナーに助けてもらうという案もありますよ。この発明はダンスフロアでカップルのダンスがぴったり揃うことを目的として、1981年の通信販売カタログで初登場。でも実はこれを履いて踊ると2人とも倒れてしまう可能性が高かったようです。1940年代に発明されたオートスケートをご紹介しましょう。芝刈り機を始動させる感じで、モーター付きローラースケートを蹴って始動すれば、1リットルあたり最大約 70km 走行可能。しかしブレーキに少し問題がありました。というかブレーキがありませんでした。そのため副操縦士が必要で、この果敢な副操縦士がドライバーの後ろの小さな椅子に座り、自分の足でブレーキをかけなければいけなかったのです。家族全員でサイクリングするなら、グーフィーバイクに乗ってはいかがでしょうか。この発明は1939年にシカゴで発表された4人乗りの自転車で、移動式のミシンも兼ねていました。この風変わりな自転車の駐車中は、ミシンの足が上部の自転車が倒れるのを防止。でも私ならあまり近寄りたくはありません。一応念のため。こんなオートスケートやグーフィーバイクでさえも、これから登場する樽と比べると比較的安全な移動手段に見えてしまいます。1901年、アニー・エロソン・テイラーという学校の先生が63歳の誕生日を祝うために、高さ150センチメートルの木製のピクルスの樽の中に入って、ナイアガラの滝を下るために出発。彼女の勇敢な行為の後、15人が彼女を真似て同じ装置を使ってナイアガラの滝を征服しようと試みましたが、中には失敗に終わった人もいたようです。現在ではそのような危険な行為は禁止されており、約1万ドルの罰金刑も科されます。1929年、ベニヤ板が新たな水着素材として大ヒットすると考えた人がいるようです。 DIY やリサイクル方法を洗練する一環として、プロモーションビデオでは建築で余ったベニヤ板を使って女性が自らの水着を作る方法を説明しました。しかもどの水着も今のところ変形したり割れたりしていないとの説明も付け加えられていたようです。しかし現実的には、木材が時の試練に耐えるためにはかなりの防水処理が必要となるでしょう。この発明は長くは続くことはありませんでした。デザインの賞も受賞できませんでしたしね。約10年後、ロンドンでは男性たちが潜望鏡のような帽子をかぶる姿を見かけるようになりました。この変わった発明は大勢の人々の中で頭上を覗き見ることを可能としています。画像が帽子上部の鏡から跳ね返り、つばの穴を通って目の前の別の鏡に反射します。パレードやスポーツイベントには便利そうな帽子ですが、他の状況ではあまり実用的ではありませんね。面倒であっても、疲れていても、この1935年の発明品、折りたたみ式ピアノがあったら、ピアノの練習を休む言い訳ができなくなります。ピアノはベッドの足元に置かれ、キーボードを引き出しのように引き出すことができ、ちょうど弾きやすい角度に蝶つがいで調整可能。でもこれ安全なんでしょうか。ピアノが完全に固定されていないとかなり危険な事態になりそうです。マーキュリーメイズを作った人々は子供たちの安全を一番に考えてはいなかったようですね。この1978年の発明は、子供がパズルを傾けたり回したりして水銀の玉を迷路の中心に向かって導く手持ちのおもちゃ。そう、子供のおもちゃに有害で健康被害を及ぼす水銀が使われていたのです。なんでこんなもの作っちゃったんでしょうか。